ってますかね。 YouTube はもう撮ってないんですか、これは。 YouTube はもう、ああ、はい、FEC チューンド金曜日、金ピラごぼうの金金ピラピラ、お星様ラジオ生放送でお送りしております。はい、ということで、見てる人いるかな？あの、後ろの、あ、今ちょうど相方のタイガも、寒って言いながら普通に遅れてきましたけど、はい。ということで、もう、だから2週間、お休みだったので、FM ギノアのこう回収工事でね、2週間お休みだったので、3週間ぶりかな、はい、になっております。 FEC チュンド、はい、生放送でお送りしておきます。早く座ってほしいんですけどね。なんで遅れてきたのにこんなにゆっくりダラダラしてるのかわかんないですけど、はい、廃墟みたいでした。廃墟みたいです。廃墟みたいっていうか、もう廃墟じゃないっていうぐらいの。まだ生きてますからね。はい。だから、今、回収の真っ只中だから、もちろんそうなんですよ。まあ、あの、照明ももうついてないのかな？何にもまだついてない状態で、うん、床も引っ張らされてから、もうなんかこう、コンクリート剥き出しの状態ですけれども、はい、アデュー早いわ、今からだから。こんばんは、ありがとうございます。で、だから、いつも使ってたスタジオも、うん、今、回収真っ只中なんかな？もう中が見えない状態になってますけど、うん、で、外ももう真っ暗で、ツイキャスの画面も映ってるかな？真っ暗になってますけど、うん、はい。で、ドアもね、FM ギノワンの、あの、入り口のドアももう全部こう取っ払われてて、すごい開放的な感じになってまして、で、僕が上の方上がってったら、こう、ミキサーさんのお二人がね、あの、なんか、ランプの、幽霊が映っちゃった。あ、幽霊じゃないですね、キャンさんですね。ランプの、その、なんか、ランプ型のスピーカーみたいなので、おしゃれな音楽聴きながらおしゃべりしてて。いい感じの雰囲気でやってますけれども、はい。あれ、今日は喋らないつもりです。あ、いえ、喋りますよ。喋ります。いつもと同じ感じです。はい。なんかありました？ 2 週間空いてますけど。いやー、いろいろありましたよ。うん、なんか、温度差が激しかったですね。というと。寒暖差が激しかったですね。寒暖差が、うん、季節のね。季節の、僕はもう結構アレルギー持ちだから、うん、それで結構不調でしたね、この2週間が。まあね。うん。で、本当になんか、2回ぐらい変わったんじゃない？寒くなったり暑くなったりっていうのを繰り返して。うん、昨日も暑かったんですけど。今日は微妙よね。うん。よくわからないというか。うん、こう特殊ななんか感じでしたね。もう3月に入るからそろそろ暖かい固定されてくんのかな？うん。落ち着いてくるんじゃないですか？そろそろ。だからなんかもう早く
アウターとか結構邪魔じゃん。なんかその冬物ってかさばるものが多いさ。あ、もうでも僕はもう全部出してます、もう。常に。常に。常に。はい。全部出してちょうどお家がちょうどになるようにしてます。はい。かさばる、もうかさばらないようにしてます。衣替えば、まあちょっとミニマリスト的なものを。ああ、いや、そんな感じでもないですよ。もうだ、それぐらいのお家に住んでます。ちょうどこれが入るぐらいのお家に住んでます。あ、うんうん。まあ、まあ、量はじゃあある程度あるってことね。ある程度ある、そうそうそう。うん、だから、僕は大丈夫ですけど、まあ確かに収納とかする人は大変ですよね。うん、いっぱい洋服もあんまりいっぱい持ってないので。はいはいはい。うんうん、だからこういろいろこう、おしゃれさんとかは大変だったりするんだろうなって感じ。こう衣替えとか洗ったりするのも大変ですしね。うん、そうね。だから、洋服のその、結構アウター系のなんか太いやつとかを早くもしまって見えないところに置きたいんですけど、うん、なかなかね、急にまた寒くなったりするから、ちょっと困ったりする季節ですけど。寒かったな。だからなんかちょっと FM ギノワンの雰囲気も今もう改修中で、このスタジオの外以外は明かりが灯ってないんで、なんかより寒く感じるというか、なんか怖い話しないといけないのかなぐらいのバックで送ってるけど。でもなんかそのもうこの時間、あの他の芸人もいろいろこう喋って、うんうん、で今日僕さっきまで事務所で、はいはいはい、明日の営業の準備をしてたんですけど、うんうん、そのいろいろこうや準備のしてる芸人とか若手に聞いたら、うん、どんな感じなのって言って、うん、やっぱりこのもう廃墟みたいになってるっていう情報を聞いてたから、うんうん、あでもそしたらなかなか怖い中でやるかもしれないなと思ってハードルを上げきってたから、うんうん、言うほどだったな僕はなんか。そんなに怖くなかったっすね。いや、まあ、うん、怖くはないけど、うん、怖い話しようっていう感じでもなくて、なんか、ああ、そういうことね。もうしかもなんか入り口も本当に、うん、あの、おそらくもう、外付きのシャッターで、こう、セキュリティ管理してるから、うんうん、その、いわゆる扉がない、本当に、オープンスペースみたいな感じだったから、うんうん、俺はちょっと、おしゃれな夜カフェぐらいの感じ。今流行りのなんか夜パフェとか、夜アイスのお店とかって、うん、こう、コンクリートを、そのまま剥き出しみたいな、こう、単色の色塗ってみたいなお店が多いから、はいはい。もうその感じで入ってきちゃった、今ちょっと。あ、じゃあもう今からパフェなんなら食っちゃうぐらいの。パフェ、寒いか食べないですけど。え、どっちだわ。その感じで入ってきたって。パフェのお店では入ってきて、食べようとは思わないけど、お店に入る感じのパフェかなーっていう感じで入ってきました。なるほどね。廃墟というよりじゃあ、大河的には。おしゃれお店だと。おしゃれお店。なんならもうじゃあもうこの感じで、そのままもう FM ギノワンとしてやっていけるぐらいの。こう感じでも僕は悪くないんだけど。まあ照明入ればね。うん、確かに別に。俺は結構このコンクリートの、このグレーの色、うん、ちょっと明るいね、こうグレーな感じの色は、だいぶ僕好きなので。うんうん、壁はもう塗ったんかな、今からですか壁。いや、今からじゃないですか壁。壁は塗ったみたいです。あ、塗ったんだ、ね。壁はもう色は塗られてる感じがするけど。ああ、なるほど。じゃあもうこれが基板で、いろいろこう、他に装飾が入ってくるって感じなんですね。うん、あとは床材引いて、みたいなことなんかな、うんうんうん、で、だからどういうレイアウトになるかもね、わかんないからね、まだ。うん、これはもうこのまま、結構今だとこう、広いスペースガンと、あんまりこう、形自体は一回こう、ばらして、みたいな、空になった状態以外はあんまりわかんないですけど、うん、どういう風になるのか。いや、もうこれは楽しみっすね、普通に。うん。いつですか ?3 月ぐらいから。自分もちょっと詳しく。3月よってっていうのは聞きました。ああ、社長のみぞ知る。なるほどね。うん、はい。機材が残ってるのは個人的にちょっと面白かったですけどね。なんか、どういうこと？最悪放送できるシチュエーションは残ってるんだっていうのは僕はちょっと。面白かったな。なんかその姉妹曲のさ、FM 小座とかで、やったりするんかなとかって思ったんですけど、なるほどね。そうそうそう。一応、ギノワンに来れたら喋れるんだっていう、ちょっとこの、安心感はあるというか。この第二スタジオで。うんうん。こうなんか意地でもギノワンから放送スポットをこうなくさんとする山内局長のこの意思の表れね。もうこれは絶対に。だから、結局今このサブスタジオで僕ら今配信、放送してますけど、うん、ここも、工事が入るってことですよね、きっと。そうですか。はい。そこら辺も詳細がわからないと。そうなんだ。やっぱりそこはもう山内局長のみぞ知る、うん。だからそのメインスタジオがまたその装飾とか終わってセッティング終わったら、またあの、こっちの、うん、あっちの本機材を置いて、うん、
で、またこっちをな分いろいろするんだと勝手に目論んでますけどね、うん。ここだけやらなかったらそれはそれで面白いけど。まあだから名残を残したいんじゃないですか。うん、まあまあ、ないこともないか。うん。うん。そうですよ。だからまあ、3月からは、ちょっとこう、新スタジオになりますけど、多分来週、再来週、3月の頭らへんぐらいまではここなのかな？うん。っていう感じでお送りしていきます。うん、はい。お願いします。一旦 CM 行きますか。そうですね。はい。はい、CM です。どうぞ。と安いとこいっぱいありますからね。なんかほんと素泊まりみたいなところでよければカプセルホテル的な、まあ一人ちゃんとドアがあるような一人の空間保ってるとこだ、どこだったかな、3000円ぐらいでいいとこあるよって最近教えてもらいましたけど、鍵があるところもあると思います。FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ生放送でお送りしております。はい、はい、ということでまあ2週間いろいろありましたけれども、まあ1個はね、こう単独ライブのチケット100枚売るまで帰れません企画、無事100枚成功しました。ありがとうございます。ありがとうございます。本当に皆様のおかげです。うん、本当にこうわざわざこうバスとかでね、来て、買いに来てくれた人もね、大河の知り合いとかでもいましたけど、ありがた、やっぱ一枚一枚のこのちょっとずつ増えていくのが本当にありがたかったね。うん。うん。もう、だからお昼の2時過ぎぐらいか、3時前ぐらいかな、それぐらいからこうスタートしましたけれども、深夜、結局2時ぐらいまで、売り歩いてまして、で、めっちゃ寒かったじゃん、その日。結構な寒さでしたね。うん。ずっと歩いてて、この、ずっと歩いてて、あの、国際通りの、その、天仏の前で、こう、止まって、こう、なんかこう、お客さん来ないかなって待ってる時とかに話しかけてくれた男性の人とかが、なんか、俺もなんか告示したいって言い出して、うん、自分の背中に、俺なんかの、ポスター貼って、うん、なんかその日一日中練り歩いてくれたみたいで、ね、で大河にも電話で来てましたけど、その後ね LINE 交換して、はい、で電話でなんか何枚か予約入ったよみたいの言ってたけど、うん、本当にその人が声かけた人が来てたら面白いけどな。どうなんでしょうね。でもなんかすごい知り合い多い。あまあ、その人からしか聞いてないから、うんうん、この信憑性があるかわからないですけど、うん、こうなんかいろいろこう顔の広い方だったみたいですけどね。ね、言ってましたけど、うん、なんか、そうな。そうそうそう、うん、プレステのボタンの洋服着てた人。あ、そうそうそう。うん、俺タモリさんの電話番号知ってるからとか、うん、サマさんの電話番号知ってるからってずっと言ってたけどね。内容が飛びすぎてて、うん、本当とにわかには信じがたい内容だったんですよ、ね。でもまあ本当の可能性も一応ありはするけどね。なんか、うん、何やってるかも、なんかでも、そういう芸能もちょっとやってますよ、みたいな感じのこと言ってたけどね。うん、どうなんでしょう。まあだから、自称だからな。うん、ちょっとそこら辺はわからないですけど。そうね。うん。うんうん、まあでもとても、いい方にも巡り合いましたね。いい方でしたね。死にスマホの画面割れてたな。あ、見てない。そうそう、LINE 交換した時に、あ、めちゃくちゃバキバキだな、と思ったけど。でも陽気な方で、はい。確かに。でも僕 LINE の QR コード読み取れたな。ああ。画面越しに見てたからかな、自分の携帯の画面越しに見てたから分かる、うんうん。画面が左上の方がバキバキってなんか割れてたように俺は記憶してるけど。
ナルトラさんお疲れ様です。100枚完売、販売すごい。本当ありがとうございます。ありがとうございます。来てくださいよ、ナルトラさん、今年も。うん。あ、そう、去年来てくれたからね。うん。よろしくお願いします。ひふみーさんとかと来てくれたのかな？かな？あ、めいちゃんさん。めいちゃんさんとかとか。うん、うん。ああ。一緒に来てくれましたね。ぜひお願いします。うん。まあ、100枚売ったといえど、天部数広いんで、うん、マックスがま、250から70ぐらいか。250かな？入るんで、今多分、そっから増えて30ぐらいは増えてそうなんで、あと120ぐらいは、半分ぐらいはまだありますんで、うん、ぜひぜひ声かけの方お願いします。お願いします。ね、なる、あの、この、ゴーさんも、うん、埼玉からわざわざ来てくれるということで、そう。嬉しいっすね、本当に。海外から来る人はいないんじゃないかな。海外から。まず、どこで聞きつけたかっていう話にもなるしな、うん、海外で。でも、それで言ったら、僕、この2週間の間に、海外のインスタグラマーさんとお知り合いになって。うん、ええー。うん。あ、海外のインスタグラマーと。海外でインスタしてる方と。日本人。いや、違う。外人。外国人。あ、それは何この、どっかで。麻雀の、インスタグラムを上げたら、おおお、なんか、私も麻雀が好きですって。はいはいはい。で、いろいろこう話してたら、マレーシアの方で。日本語で？日本語で、でもすごい全部日本語わかる。俺はまだ、これが、やりとりして、いい人なのかどうかはまだわからないんだけど、はい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 、ま、でも何かこう、俺に売りつける感じでもないから。あ、そうなんだ。うん。ただ本当にお互いのこの自己紹介をして、麻雀が好きで、みたいなね、おうおう、このマレーシアと、こう、ルールが違って、みたいな。今どれぐらいの、こう、気温で、みたいな話もして、おうおう、で、歳も一緒。マレーシアの、マレーシア人ってことじゃん。マレーシアの方。おうんうんうん。30歳。はい。あ、じゃあ、何人かもまだ分かってない。あ、だマレーシアの方ではあるけど、その、うん、マレーシア出身って書いてあるから、ああ。マレーシアの人でしょうね。なるほど、なるほど。うん、うん、うん。あ、じゃあ、マレーシア出身ってことは、マレーシア出身で今、もう、他、日本とかに住んでる可能性もあるんだ。っていうこと。いや、もう完全にマレーシアに。あ、完全にマレーシアにいる人。うん。海外の方。で、まあ、顔とかも30歳。30歳。ああ、うん。同い年か。同い年。早生まれ。まあ、でも今ネットとかでもそういう、麻雀とかもできますからね。ちょうどフォロワーも僕と一緒ぐらい。うん、あ、そうなんだ。女性の方。で、なんかこの別になんかこうスパム的な感じでもないんだよな。おうおう、まあスパムだったらもうアプローチされてるだろうしな。そうだね。しかもなんか麻雀っていうコアなところから入らなそうだしな、スパム。まあ入るんかな。だから今もうコアじゃないんですよ、麻雀が。それだけ。うん。いやいやいや、スパムだったらね。あ、スパムだったら確かにそっから入らない。麻雀からは入らないでしょう、うん。今でもなんかYouTube の広告とか何からも全部なんか今競輪させようと してくるのよ、僕に。まあまあまあ、ちょっとこう似たジャンルというか、麻雀好きだったらそれも好きでしょ、みたいな。今なんかこのウィンチケットとか、うん、なんかそのバスケで、このなんか、いわゆるそのロトくじみたいな感じでアプリとかをなんか今すごく広告でめっちゃ、多分ノーマルの広告でもいっぱい出てるんですよ。普通の。うんうん、俺が麻雀好きじゃなくても、うんうん。で、この芸人が最近何かほら、競輪やり出してるじゃないですか。ああ。競輪を今なんかそのアプリケーションでやったら、はいはい。アプリでやったら、なんか、初回登録で5000円分のポイントがもらえるみたいな感じとかで。うんうん、なんか、俺、どうなってくのって思って今、周りが急に。こんな、競輪させて、どうしたいの今、俺らを今、世の中はどうしたいの世の中はお金を取りたいんだよ、とにかく。ってことなのかな、うん、まあだから、でも結構前から流行ってるんじゃない、そういう、競輪、競馬とかが。うん、いや、ここ最近なんかアプリですごく出てきた、うんうん、その、ゴエク先生も何かこのバスケの、俺なんか、事務所に大きいポスターが貼られてるじゃないですか、ゴエク先生。あれも、スポーツくじの、うんうんうん、
こうアプリの広告で、ご先生が何かこう選ばれてるんですけど、はい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 、なんか今、豪栄ギャンブルをみんなにさせようとしてるけど、どうしたいの俺なんかをと思って。この世の中。うん、まあだから、あ、そっか、アプリが出始めたってことね。そのウェブ上とかでは、うん、ちょっとやられてましたけど、沖縄だとどうしてもそのやっぱり現地に行って、うん、こう競馬なり競輪なり、うんうん、この競艇とかを、うん、こう生で楽しむことができないから、うん、こう今遠隔でね、そういったのが楽しめるように今なってるっていうことですかね、うん、まあ、技術が進歩したって、思ってていいのかな、うん、でアプリ化することによってよりこうさらにもっともっと広まってるっていうことなのかな？だと思います、うん。この時間までやってるんですよ。競輪とか。ええー。そう。11時夜の？すごいよね。もう見えんでしょ。いやいや、競輪だから、その、いや、ナイターですよ。そのライト照らして。ライトアップして。そう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 。いや、11時からチャリ乗りたくないなぁ、夜の。いや、まあ、選手はもう、それは、選手はやるんじゃない？俺なんかがこう乗って勝つ、やるの、何？勝負するわけじゃないから。ええー、それそうだけど、うん、でも、選手だとしても俺11時からは、ちょっとチャリきついなぁ。いや、だからもうプロなんですよ。もうこの時間、勝負魂がやっぱり強いんでしょうね。もうだから故にプロなんでしょうけど。まあ一応その選手的にもあれなんかな、うん、勝ったら賞金みたいなのっていうことなんかな。きっとそういうことじゃないですか。その競馬とかもなんかそういうスポンサーが入って、大きいところが入って、で、もちろん有名選手とかってやっぱりそれで、食べていってるわけですから。はいはいはい。うんうん、あ、まあ、要はいわゆるスポーツ選手的な感じの、スポーツよ、競輪も。うん。うんうん。だから、野球とかとサッカーとかと一緒のような感じのってことね。うんうん。一緒のようか、もうか、ま、一緒またスポーツ、競輪も、あの、この、ボートレースも。この、お金のもらい方よ。あ、まあ、一緒じゃないですか、うん、そうそう、そうだと思いますよ。うん。うん、スポンサーなりついてっていうことだったら、なんとか杯みたいになるじゃないですか。うん、うん、競馬とかでね。だから、なんかその、ボートレースとかは、うん、もうやっぱその機械じゃんみたいに言う人がいるけど、機械の性能次第じゃんみたいな言う人がいるらしいんですけど、うんうん、なんかあれも自分でこのモーター組んで、この何あの回線のプロペラのところの歪みとかも自分で微調整して、それに乗るらしい。なんかでも、ですけどね、そのなんかくじじゃないけど、うん、その、これ使いますみたいなののなんか、なんていうのなんか、いい機会取れるか取れないかみたいなのがあるって聞いたけど、俺、昔。そういうことじゃないんだ。なんか、この製品使えますみたいな。だから最初始まる前からちょっとこう、ちょっと有利なのだったり不利なのがあったりするって聞いたけど。あるってことなのかな、うん、いや、僕も詳しくはわかんないですけど、そういうのもあるよ、みたいな聞いて。高校さんがボートは枠とコーナーリング次第と。あ、なるほどね。あ、まあでも、だからその曲がり方は、その、要は、うん、この先週、の、やっぱり力量の内枠が有利なんだ。なんかでもありますよね。競馬もこのやっぱ番号若い方が、なんかいいみたいなの。なんか何万人気とかになるのかな。そうなんだ。体重移動もだよね。だからその意外と女性のこう選手の方が強かったりするとかね。まあ、でも競馬とか、まあ、俺テレビとかで、なんか何かこうメディアとかでちょろっとしか馬走ってるの見たことないけど、うん、こんな追い上げるっていうぐらいラスト追い上げる馬とかいるもんな。ああ、だからもうなんかありますよね。うん、このなんか、僕一回、デコボコトラベリングの帰りと、元氏と3名で、その中央競馬かな、行きましたけど、うん、なんかやっぱり面白かったですよ。あの、この、この何番レースみたいなのが、その日1日に1番レースから12番レースぐらいがあって、はいはいはい、で、そのレースには、このなんか、なんだろう。くくりがあるわけですよ。なんか、いわゆる芸人だったら、若手のコーナーとか、中継みたいな、その、女性だけみたいなコーナーみたいなのもあって、はいはいはい、あ、なるほどね。そうそうそう。あって、だから、その若の中でも、今、注目株が、みたいなのが、その要は雑誌で、その日一日一日、やっぱり雑誌が、こう、すられてて、うん、それを朝から販売する人がいて、うん、で、その、競馬とか、そういうのが好きな人たちは、もう朝入り口でそれもらいながら、もう、あの、予想するのが多分楽しいんでしょうね。へ、え、ぇ、ー、やって、僕らはこう、それなりにちょろちょろとかって、なんか買ってやってみたりしましたけど、おうおう、なんかシンプルになんかこの、おぉ、いけいけみたいな感じの、この会場の雰囲気も良かったですね。なんか、いわゆるさ、この競馬場とかって、なんか同じ格好したおっさんがいっぱいいるみたいな、よく言われるじゃん。こうネタにされるじゃん。
ああ、そう。でも俺行った時は、そんな感じじゃなかった。あ、本当にもうエンタメ、映画とかと一緒っすね。だから。あ、いなかったんだ。エンタメ。いや、もちろんおじさんたちもいるけど、もうなんかもう様々、多分本当になんか楽しみに来てる感じ。うん、あ、そうそう。あ、だから、そのテレビとかで、よくそういうなんかこう帽子かぶった、なんかこう、競馬のそのなんか新聞とか持って、こう赤ペンみたいなのでこう、印つけてるみたいなおじさんが、もういっぱいいるみたいなのをよく聞くじゃん。そんな、感じの人も、まあ、ちらほらぐらいってこと、うん、俺が行った時はだからかな。だから、その、もっと有名ななんとか杯とか、うん、大きいやつは、その、もっといっぱいいたのかもね。うん。なんか普通のこの平日に行ったけど、そうそう、多分、大子さん言うように、今はだから、その、競馬人気も、だその、おじさんだけが行くとかっていうわけじゃない。馬娘の影響もあって、あ、シンプルに馬のレースを見に行く、それこそ若い女の子とかいた。何電車好きの方が写真撮る感じで、この、魚眼レンズ使って、うん、遠くの好きな馬、あ、なんとかなんとかだって言って、その、好きな馬を取りに行く、なんて言うのかな、この、馬女子みたいな人たちっていうのかな、が、とかもいて、ああ、だから今、そういう印象もそうだし、人気もやっぱ変わってきてるんだな、っていう印象ですね。なんか、だいぶイメージ違うな、そうなってくると。うんうん。その、馬を、なんか馬のこの毛並みとか、そういうのが好きとかあるんだはずね、うん、ね、そういう写真撮る人からしたら。パドックって言って、この走る前に、この、何、こう、ちっちゃいレーンみたいなところをこう回りながらぐるぐるこう歩くんですけど、はい。そこでなんかその馬の状態とか、で、この暴れる馬とかもやっぱりいるわけですよ。それでなんか、事前に馬のチェックをした後に、こうなんか何分前にこう入券して、みたいな、買い込んで。それ見た後に買えるんだ。っていうのもありましたよ。面白かった。なんか、沖縄ではやっぱりないから、新感覚です、ね。いくらぐらいからかけれるの？そういう競馬とかって。もう、すごく安かった。100円とかから、いけるんじゃない？ 200 円とかから。うん、で、それが、もうその、オッズって、いろいろあるじゃないですか。うんうん、もう大穴とかにかけたら何千円とかにはもう何千円どころじゃ、だって100円かけたとして100円かけて36倍だから3600円とかでしょ、うん、うんうんうんってことじゃない、もう何千円やし。あ、そうだね。うん、まあ、100もし100円かけたらね、うん、うんうん、じゃあ、それこそ1万とかかけたら36万で10万とかかける人もいるもんね。うん、すごいな。だからこう顕著にそれで稼いでいく人はちゃんとこのオッズの、うん、低いやつにちゃんとかけて毎度毎度こうプラスを出してたりするんでしょうね。あ、うん、で楽しんでる人もいれば、だからその方やそのシンプルに馬が好きで見に行ってる人たちもいますしね、うん、あ、じゃあもうなんならその別に何も馬券も何も買わないでただ見に行くだけでも楽しいみたいな、入り口で入場券をこう買うので、あ、本当にそのテーマパークみたいなところに一回入るから、入場料もかかる、入場料がかかります。はい、いくらぐらい、これはこれいくらだったかな、ちゃんと覚えてないけど、うん、その高500円ぐらいで入れるんですよ。あ、なるほどね、そんな感じなんだ、うん、へえ、入場券も払うんすね。だからあっちはだからそれが普通なんですよね、きっと。俺なんかはもうなんか、それがないですからね。まあ、そっかそっか、うん。入場券なしだと、ただでずっといられても困るみたいなのもあるんか。ある人がいるからじゃないですか。うんうんうん、確かにな。で、そこのテーマパークはやっぱりちゃんと管理する人たちがいますからね。うんうんうん、もうなんかその馬以外にもいろいろあるってこと、その、いわゆる出店が出てたりとかもあると、そう、お店があってみたいな、でまたそのグッズ売り場みたいなのもあってみたいな感じですね。でアプリはどんな感じな？アプリは僕らがやったこと、ああやったことないんだ、うん。勧められてるだけ。勧められてるだけ。今だから周りが勧めてるからやりたいとはならないですし、その高ぶったことないですけど、そうそう、経験でね、この間去年か東京行った時に行きましたけど、なんか、あ、僕はなんかいいタイミングの時に競馬知れたなって思って。なんかその、いわゆるさっき言ったおじさんがいて、みたいな、こう、掛け事で、みたいな、イメージの時に行かなくてよかったなっていう印象だったな。なんか、本当にテーマパークの一個、本当に、なんだろう、ドラゴンパレス行ったぐらいの感じ、沖縄で行ったら。夏ドラゴンパレス。ラウンドワン行ったみたいな感じ。あー、なるほどね。うんうんうん。うんうんうん。
楽しかった。だからもう全くその印象はもう、ないというか、もう何もなかったから、その、競馬場がどういうところっていう印象が、ね。あ、そういう印象すらなかったんだ。何も見たことなかったんだ、メディアとかで。そうだね。なんか、そこに刷り込まれるほど、その競馬を目にしてないというか、ね。ああ。ナルトラさんも自分の実家はボートレース場から歩いて5分、暇な時にはたまに行ってたと。へ、ボートレース場は入場料100円の安。そうなんだ、うん。ボートレースとかも確かにな。沖縄ないもんね、そういうのが。うん、公営ギャンブルがないんじゃないですか、うん、あ、パチンコ、パチンコ。チンコは違うのか。そうだね。うん。いや、なんか沖縄、まあそっか。あの、与那国馬でしたっけ？与那国馬、いますね。うん。与那国馬でやるわけにもいかんもんな。なんかその馬、馬のなんか一応種類のあれとかも決まってるんだな。こういう、なんか、ほら、世界各地に一応与那国馬みたいな感じで、いろんなタイプの馬がいるじゃん。うん。うん、例えばさ、なんか、シマウマとかは多分ダメじゃん。シマウマとかもいけんのかな、はあ、どうなんだろう。育てて。でも、なんかその柄が入った馬は見たことないけど、うん、この色が、毛並みがなんかやっぱり様々なのは、真っ黒とかいますけどね。うん。あ、じゃあいろんな一応馬はいるのか。やっぱりいるんじゃないですか。で、その、いわゆる有名どころの、この、あの、子孫になる馬とかがいる、なんだったっけ。ディープインパクトとか、そうそうそう、有名な。ディープインパクトとかの、うん、馬の子供みたいなとかもきっといるでしょうしね。うんうん。うん、真っ白もいたよな。多分いたはず。うん、白馬かっけえ。だそういうのとかは、馬娘で好きになった人とかは行くんじゃないですか、うんうん、だからなんだろう、あれみたいな感じよ。パワープロみたいな感じですよ、多分。まあ、そのもうかつて、活躍した馬たちも今その馬娘で扱えたりするから、そうそうそう。え、馬娘は、うん、馬を擬人化した人間が走るってやつよね。うん、そうそうそう。あれもなんかすごい面白いっていうしね。確かになんか漫画とかアニメもあるもんね、ゲームとかも。あ、そうなんだ。うん。アプリ発信はしてたけど、あ、アニメとかも。アプリ発信からなのかな。アプリ発信だと思うよ、うん、多分。で、そっからなんか人気が出て、アニメとか漫画も。ポケモンみたいな感じだじゃん。ゲームから始まって、みたいなね。馬娘を、なんか馬娘の設定面白いけどな。人間に、あれはさ、なんか、うん、俺やったことないんだけど、やったことある？ないない。やってる人見たことある？ない。あ、ないか。うん、やってみないとあれだな。なんか、どういう、その育成、だから、例えばさ、ほら、馬だったら、なんか人参とかあげそうじゃん、アプリ内で。ご飯で人参食べさせてなんか育てるみたいな、はいはいはい、馬娘はどんな感じなのかな、普通にカレーライスとか食わすんかな。でも対人だからどうするんだろう、うん、まあシンプルに対人が生人参かじれて面白いですよね。馬は、まあうん、でもまあ完全な人っていうわけでもないもんね、馬が擬人化してるから。だから猫耳つけた女の子的なことでしょ、きっと。馬は馬娘、馬娘は普通のなんか女の子のキャラクターだっけ？ CM とかで見るとそんな感じですよね。なんかちょっとアイドルっぽい、なんかちょっとおしゃれな洋服着て、馬耳の女の子。あ、ほんとだ、馬耳つけてる。うん。馬耳つけてんだ。え、つけてない、もう、その、馬娘だから。馬耳が生えてるんだ。そう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 。もう、人間とも違うわけよ、もう、馬娘だけ。ほんとだ、えぐ？うん。もう、新ジャンルすぎん、馬耳って。ね。はあ、こうなんか、あの、葉っぱをね、テロンとこう、ひっくり返したぐらいの、こう、ちょこんとした耳がありますけどね。みんなちゃんと、あの、手をシャッと、指揃えて、パーをクッと立てて、ちゃんと走ってるな。ガチ走りだな、馬娘。山内さん、まだ馬娘やってるか。山内さんやってたのかな。やってたんだ。山内さん。馬男はいるかな。山内さん。いや、馬娘もいるんだったら馬男もいると思う。山内さんが馬男やん、もう。可能性あるな。絶対に。髪も、もじゃもじゃしてるかも、隠してるかもしれんしな。耳あるかもしれないしね。馬娘ね。競馬、ボートレースとかも、流行り出したらなんか、でも流行ってんのかも。
競輪とかも。競馬がでも一番な。もう表に出てくるってことはもう流行ってるってことですよ、きっと。もう今の最近のこのサブスクの流行り方を見ると。それ界隈はもう結構。何もしなくても情報が目に届いた時にはもう多分流行ってますね。確かに。まあ、馬娘とかもそうだよな。やってないけど、絶対わかるもんな。ワードが、なんか流行語大賞とかにもなったんじゃなかった。大賞の候補にも選ばれたんじゃなかったっけ、おそらく。だと思いますよ。なるほど。じゃあ、今年は、やりますか、競馬企画。いいかな。お金もったいないしな。見るのはだから楽しかったです。その見る台としては腹、なんかやってもよかったけど。普通にだからその楽しんでやるんだ分には別に自分のお金でね、いいけど。わからん。きっとどこかでそれを取り返そうって思いそうな自分がいる。そうね。なんかここまで行ったらもうちょい、こう、負けた分取り返そうみたいのあるかもな。そうだね。そこの馬が走って楽しいっていうエンタメに対するもうお金はもう俺はもう払い切ったと思う。自分の人生の中でね。いくらぐらい買ったのその時は。その馬券的には。でもそのトータルで言ったらマジで入場料と、何千円か。500円ぐらい。ええー、うん。だまあ結局マイナス、その分500、その分マイナスだったんだけど。あ、そんなじゃあ、なんかあんまり、1000円とか2000円ずつはかけなかったんだ。でも僕も500、なんか何々、このなんかその、要は単勝って言って、1匹、どの馬が、何番の馬が1着でゴールするかっていうかけ方と、なんかこの3、いわゆる3連単とかね、何番が1着、何番が2着、何番が3着みたいなのの、パターンが、それもなんかそれぞれでオッズみたいなのがあって、はいはいはい。僕は基本的にはその、やっぱりレートがもう低いやつ、オッズが低いやつを、こう、ちょんちょんちょんってやって買って、んで、そんなに僕はいわゆる負けはなかったっすね。あ、じゃあなんかその勝ちもしたの？あ、勝ったそのなんか3レースぐらい見たいってなって、元瀬さんが時間的に、帰る時間的にここまで見たいって言ってやって、そこぐらいでなんか外れて、それで500円マイナスぐらいだった。それまではちょっと買ってたんだ。うん。ええー。でもなんか勝ってる感覚もなかったっすね。だから多分。え、よっしゃーみたいなのないの？なんか、ああ、なんか。走ってて。ああ、ぐらいの。何番みたいな。ああ、だからそこみんなで楽しんだのはあったね。うん、面白かった。はいはいはい、はい。ああ、やっぱりこの、何、事前情報通りだなって。あ、事前情報通りになることあるんだ。だからなんかね、そのね、このさっき言った1レースは何の馬が走るみたいなこう区分があって、それのなんかその俺が見てた、カイリーと一緒に見てたその雑誌には、そのレースの、レースを総括するなんか、ワードみたいのがあって、なんかその、いわゆる大穴狙いみたいなとか、この馬意外と来るみたいなのとか、それぞれになんかキャッチコピーみたいについてて、3レース目まではなんかそういうブレがそこまで少ないみたいな。はい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 。感じのこう書き方だったから。うんうん。うん。あ、そうだ、地方競馬はあまり荒れないことが多い。おー。あ、でも行ったの東京じゃなかったっけ？東京だよね。競馬なんかそうなんだったはず。うん。だからなんか元氏は一回それでめっちゃ勝って、次になんかすごいめっちゃ負けて、あーなんじゃないかな。帰りは勝ってた。あ、そうなんだ。帰りはプラスで帰ってたね。だからその元氏しけてたもんな、ちょっと負けて、しょげてたもんな。しょげて帰ってた覚えがあるな。まあな、でもまあそれも含めてちょっとこう思い出としてみたいなところもあるしね。こう勝っても負けても。俺は楽しかったかな。じゃあもう。パチンコももうだいぶ前に先輩に連れて行ってもらった時に、はいはい、同じ感じだった、やっぱり。だからその、この演出とか、自分の好きなアニメとかの、この映像を見れてるのは別に面白いけど、なんか、うわぁ、勝ちたいって、なんか、勝ちたいって感覚がなかったかな。まあ、俺も、一回だけ、パチンコも一回だけかな、俺を、その、連れて行ってもらったけど、なんか、俺はなんか、その、弾がシャラララって出るさ。なんかもう、これは俺今何やってんのっていう、この、なんていうのかな。これは何がどうなったら、その勝ちで何があれっていうのもあんま分からないままやってたから。なるほどね。そう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 。それはちょっと確かにあれだな。
僕はもう事前にこれをここにここを入れてみたいな先輩に教わったから、真ん中に入れてみたいなのとかはあるけど、なんかは入ってもなんか別に何もなかったりするじゃん、あれって。なんか物によるんかな、俺もその分かんないけどね、全部詳しくは、なんか、まあまあまあ、パチンコ。で、パチンコは買ったの、その時は。買ってたかもわからん。いや、なんかそんな感じよ、俺も。うん、これ、当たってはいるんですか、なんかキュ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 って当たってるんだけど、結局、球が、その、なんか、どうなってるかはわからん。なんか当たってる感じではある。きっとこれは買ってるんだろうぐらい。あれってさ、なんか、下から玉とか出てくるんだっけ、パチンコって当たったら。いや、もう今はだからその要は CR って言ってカードにレコードされてるから。うんうん、なるほどね。玉が出てくるお店もあるよ。で、そのいわゆるドル箱みたいのをこう、自分の後ろの通りの廊下にずらーって置いてみたいな。もあるんでしょうけど、大体はもう今このカードで管理して、それをなんか景品と交代してみたいな感じじゃなかったかな。パチンコな。まあ、でも、なんかこう、なんかの表紙で、生き続けたらちょっとハマってしまいそうな感じもあるしな、そういうギャンブル系ってね。そうだね。うん、だ次行こうってならなかったからな、うん、なんか。だよく言うのが、そのビギナーズラックでめっちゃ、めちゃボロ勝ちしちゃったら、うん、なんかハマっちゃうみたいな言うじゃん。ああ。うん。だ確かにそれで1000円とかが、ね、なんか何万とかになったら、おおってはなりはするよな。うん、まあまあそうですよね。うん。こう、なんかその、なんか、すごい雪のようになくなってくよって親から聞いてたから1000円とか1万円がさーっとこうなくなってくよって。あんま沖縄で雪で例えられても分からんけどな。もう育ちが良かったから俺なんかもう情報がしっかりしたからかな、分からん。もうなくなるよって言われて、あんなすぐになくなる、なんかもうだからそのマイナ怖いイメージしかなんか、音も大きいさ、爆音で、まあまあまあ飛行機飛んでるんかなぐらいの音だから。あと耳が弱いからな、このこうずっとは入れなかったかな。ああ、うん、音がきつくて。音がちょっと、大変だったかな。うん、でも、相変わらず SNS からもう、おすすめされるわけでしょ？そういうコンテンツを。そうですね。うん、競輪。いや、それもおすすめされ、それよりも、なんか最近、それで借金を抱えた方だけに流れてます、みたいな動画があって。はいはいはい。競輪、競馬、パチンコで、借金を抱えてる方のみに流れてますっていう。決めつけすごいっすねーって思って。お前はあるだろうと。まあきっと俺が見てるコンテンツがね、からこう、ターゲット絞って、アプリ流してるんでしょうけど。いや、違うな、これ、麻雀とかで負けてたら、解説動画見ないだろ、知らんけど。負けてるやつは多分ね、もう、がむしゃらに打つよ、多分動画見ないと思う。わからんけど、その、基準はわかる。ストイックなやつもいるかもしれんやし、それ。本格的に勝ちたくて、ね。本格的に。まあ、確かにな。しかも、なんかその言葉も別になんか麻雀とかで、ま、この、借金がある方にならわかるけど、うん、俺、競馬、競輪、パチンコ出て、もう、生粋のギャンブラーだと思われてるってことですもんね。うん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 。だから別に調べてるわけでもないもんね、そこら辺を。競馬、競輪。見ないっすね。もう、アリゴリズム的にそうなってるんだろうな。きっとな。同ジャンル的になってるんでしょうね。うん、一回 CM 行きますか。はい。はい。CM です。どうぞ。競輪とかが人気になったとかあるな。大河さんでもそこら辺ちょっと詳しいっすよね。ああ、そうなんだ。競馬、さっきもなんか競輪のコメントでありましたけど、鎖国なったっていうのはなんかこうあんまり盛り上がらないような政策的なのが打たれたってことかな。かなぁ。なんかでもそれはなんかそんなのがあったのはなんかニュースかなんかで、ザコ師匠なんじゃない。そうかもしれないですね。いや、そうじゃないだろう。ザコ師匠になった、CR ザコ師匠が出たかもしれないですね、パチンコ。それはそれでちょっとやってみたいな、CR ザコ師匠は。なんかあの人、サブリミナルみたいな動画作るの得意ですからね。王さんが、僕は10年前にスロットやったら、あ、はい。はい。勝ったみたいで、あまり。あ、なるほどな。
FEC チューンド金曜日金ピラごぼうの金金ピラピラお星様ラジオ生放送でお送りしております。はい、はい、ということで、まあ今日はなぜかこうギャンブルの話を、二人ともギャンブルを全くやらないのにギャンブルの話をし続けるという回になってますけど、宝くじとかどう？宝くじとか買ったり、宝くじは流れで買っ、なんかその誰かが買うから買ったりとか、頭になんか広告見て買います。広告のお店の上りとか見て、なんか、その一粒万倍日とか、はい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 。大安吉日みたいな時に、なんかスクラッチとか買ったりしますけど、スクラッチ買うよりも、でも自分であのナンバー入れるやつ。ロト6とかあるやつ。とか、あの、なんかほら今、ビンゴのやつがあるじゃん。わかんない。なんか自分の選んだ数字、9桁、3×3 度の9マスにこの、文字、数字入れて。うん。ああ、そういうこと？それで何ビンゴできたかで当選が当たるみたいなのとかはなんかやったりして、そっちの方がなんか当たりますね。俺なんかさ、その200円とか300円とか当たったことあるけど、うん。なんかそれ以上のやつとか当たったことある。5000円とか1万とか、なんか小さい頃とかに、あるんだ。親とかがそう一緒に行って、で、僕がこの、もちろん適当に、ああいうのでも適当に、選ぶから、選んだりとかしたらなんか当たったか当たることが多いですね、結構えぐい確率だけどね、宝くじってね、すごいな。だからなんかそのあれ買ったらね、そのいわゆるそのサマージャンボとか、なんかなんとかジャンボとか、もうこの番号が決め打ちされてるやつはもう 100% ランダムですけど、そうね、ロト6とかで勝つ人とかなんかその要はいわあれもランダムだけど、なんかデータを取ってたりするじゃないですか。ああ、統計的なやつを、うん。とはいえ、なんかやっぱりこのあれがあるんでしょうね、きっと。この確率論みたいのがあって、はいはいはい、このタイミングでこの数字選んだら当たるみたいのがあるみたいですよ。メール来てますか、読みますか。はい、金ピラごぼうのお二人さん、スタッフさん、リスナーの皆さん、こんばんは、ワンピーさんとスヌーピーナッツ。お久しぶりですと。メールの書き方を忘れたナナです。最近メガネの色を変えました、うん。何色かは秘密にしておきますね。話は変わりますが、この一週間の出来事でもお話しさせていただきます。この一週間は今まで聞いてなかったラジオ番組を聞いたりしていましたよ。テレビの方ではドラマ雨割りを見たりしました。うん、最後に、あさっての FEC お笑い劇場行きますよと。私のメールの書き方こんなんでしたっけ。こんなんではなかった気がするな。いや、なんかもうちょっとエッジ聞いてた感じはする。あ、うん、まずそもそも言葉が、から変わってるもんな。確かに。大人な言葉になってるもんね。もうなんか業務連絡みたいな。うんうんうん。こんなに苦闘点も打ってなかったしな。確かに。うん。すごい、今までで一番読みやすかったいや、どれも嬉しいけどね。FEC お笑い劇場ね。はい。はい。あさって日曜日にありますので。あります。ヨナバルのカナチホールかな。はい。2月18日日曜日、お昼かな。うん。お昼からあります。大きいホールで。そして、リップサービスさんも。はい、ゲストで。はい、来てくれますので。いらっしゃいますね。うん。しかもだって、大人が前売りだと1000円か。うん。で、高校生以下が500円ですからね。安。超安ですよ。だから、ぜひぜひ、お待ちしておりますので。お時間ある方、よろしくお願いします。はい、お願いします。こんな感じかな。あとは、まあ、イベントの告知も一応いろいろあるからしとこうか。でも、明日は、トミグスクで、イベントが終日、こう、あるみたいで、その後にですね、はい、僕たち、夕方の5時過ぎぐらいから、お笑いステージということで、まあ、ちょっと子供向けの感じにはなると思うんですけど、はい、やりますので、ぜひお待ちしております。入場無料ですから無料ですね。はい、うん。ぜひ見に来てください。で、なんか、キッチンカーとかも、その時間帯まであるかわかんないけど、うん、出てるみたいなんで、はい、ぜひぜひ SNS とかから中央公民館、はい、体育館とか運動場があるところですね、はい、はい、インターから富城インターから富城インターから降りたところでやってますので、ぜひお時間ある方遊びに来てください。お願いします。あとは23日か、来週の金曜日は、はい、僕たちアウトプットの方で、桃太郎の衝動っていう名前だったかな、ライブがありまして、僕たちきんぴらごぼうとデコボコトラベリングと、あとこうアーティストさんと一緒に、ライブをやりますんで、それが、夜の19時からですね、はい、前売り1500円、当日2000円、ワンドリンク別となっておりますので、気になる方は SNS まで僕たちに問い合わせてください。お願いします。はい、で、その次の日、はい、もありますよ。
中千曽根の、新ネタ中千曽根だっけ？はい。新ネタ中千曽根という、まあ、僕たちの、と一緒に、FEC の後輩芸人の中千とフリーで芸人やられてる中曽根さん、俊さんが、のコンビ中千曽根の、と、ゲスト二組を呼んでやるライブで、記念すべき第1回目ということで、僕なんかきんぴらごぼうとカシスオレンジ、吉本沖縄さんからカシスオレンジをのメンバーでお送りするっていう感じですね。うん、で2月24日土曜日の19時会場、19時半開演で、場所が坪屋演劇場重ねで、チケット前売り700円安、うん、当日1000円となっております。はい、こちらもきんぴらごぼうまで SNS で声かけてくれたらチケット取り置きしますのでお願いします。お待ちしております。はい。でも何度も言ってますけど、3月の2日にはですね、僕たちの単独ライブが天仏にて行われますので、19時からと待っております。こちら、前売り当日とも2000円なんですけれども、はい、ぜひね、前売りで予約とか、買っていただけると、僕たちもこう人数把握できてすごくハッピーですので、よろしくお願いいたします。高校生以下は1000円で、未就学児が無料ですね。はい、坊さんはそうですね、受付で、もう、はい。埼玉の GO です。入り口入ったら大きい声で、はい、埼玉の GO です。いや、変なやつになるだろ、GO さんを。GO さんは変なやつなんて大丈夫です。変なやつじゃないわ。一発で見たわ。未就学児です。ほら、もう、やばいやつ。ああ、やばいやつですね。どっちかっすね、ちゃんと未就学児ですって言うんだったら、うん、未就学児の料金で入っていいです。もうその時は。まあな。その、恥を捨てて未就学児で、うん、確かに。でも GO さんだったらマジでやってくれないかな。でもなんか、ユニークな方だったな。その後会場入った時に、うん、あの人隣座らんでほしいなって思われるんですよ、多分。ちょっと怖がられる可能性があるから、できれば、あの普通のお隣料金で入ってください。はい、お願いします。よろしくお願いいたします。あ、ロアさんから、そういえばガナベでチケット買った人に大学の同期がいてびっくりした。そうなんだ。そうなんだ、誰だろう。男の人かな。ね、沖縄でも狭いっすからね。うん。ぜひ。あと100名ぐらいは来てほしいな、どうにかして。そうっすね。あと100名売ればもう結構満杯よ。うん。うん、男二人組だった。うん、ああ、そうっすね。嬉しいです。またなんか、ぜひ、お友達とかもいたら、なんか、お笑い興味ありそうな人いたら、誘っていただければ助かります。ということで、エンディングでーす。来週がだから結構パタパタなんよ。そうね。うん、披露宴。いや、今週もやばいよ。もう、僕は。明日、まあまあ、明日も朝から。うん。営業あって、夕方も。あ、これ来週のラジオの日ね。あ、ラジオの日、ね。うん、ラジオの日結構パタパタなんですよ。パタパタですね、うん。ありがたいことに2月はなんかいっぱいお仕事が。うん、そうね。あるんですよね。だもしかしたら収録になるかもしれないです。来週の、ね。来週がちょっと、披露宴の司会の後、ライブがちょっとあって。はい。はい。っていう感じですね。なんかできたら生のまま喋りたいですけどね。うん、24日次の日も2本仕事が入ってますから。朝が早いんだ、うん。そうだね。うん。いや最悪そう収録になるかもしれない。もしかしたら、はい、か音楽がひたすら流れてる可能性もあります。なるほどな。はい、すいません。でもこのロケーションでラジオできる機会はもうないですからね。23。そうね。そうだな。まずはお願いしてから、うん、意外とこのままでもありじゃねって言おうかな。いやいやいや、多分お金払ってるんじゃないもん。だからそれをもう俺らの、うん、あのライブの売り上げに回してもらって。どういうことよ。スポンサーついてもらって。じゃあ山内さん来るって言ってたよ、ライブ。あ、だからね、うん、初めてじゃない僕なんかの。初めてだはず、はい、というか FEC のライブに来るのが初めてじゃない、もしかしたらかな、かな、どうだろう。どうしよう。でも実際ライブ見て、うん、なんか思ってたのと違うって思われる可能性があるわけです。それはもちろんあるよ。きっと僕らのこの喋りだけ聞いて、うんうん、こう山内さんにはよくしてもらってるんですからね、はいはい、いろいろこうだって、うん、羽衣祭り MC だったりとか、ね、いろんなことを僕らお仕事、うん、まあ、山内さんからいただきましたけど、全島エーサーとかのねラジオ公開生放送も、うんうん、だからその俺なんかだけだから回収終わった後も第二スタジオのままになる可能性もあるからな。なるほど、ね。山内さん評価が下がって。いや、放送させてもらえないまであるからな。え、首ってこと？首。
思ってたのと違うよ、君たち。なんか、その、この喋りやってるのに。山田はやらないでよ。山内さん、メンヘラすぎるし、そしたら。急にそこ、それで首まで行ったら、メンヘラすぎるでしょ。思い描いてたお笑いと違うお笑いしてるよって。いたファンだなぁ。その時は、うん、もし山内さんがそうなった場合だけ、ちょっと、ちゃんと手出そうか。そうだな。うん、一応、2-1 だからな。ね、ギリギリ、山内さん強いはずだけど。山内さんメガネかけてるから、うん、あ、俺らもかけてるよ。かけてる。でも山内さん、あの、ボクシングでしたっけ？ボクシングやってたから。じゃあダメだな。強いから山内さん。山内。なんで、じゃあ。やばい、今笑ったら俺だけ怒る。あ、やばいやばい。危ない。ダメだよ。局長をこんなして。今日アーカイブ残さないと。大丈夫、蹴り食らって痛がってたから。あー、なるほど。あ、ボクサーですからね。じゃあ足がもしかしたら弱点かもしれない。あ、キックボクシングか。いや、でも、いやいや、道具使えばいいから。あ、そうだな。俺なんか道具作りも得意だし、死に長い棒とかで、遠くからつついとけばいいんだもんな。うんうん、こうなんか、ムチみたいなやつで、パチンってやれば、うんうん。あれとか作れる？ギリ、あの、この世の法律で、あの、罰せられないピストルみたいなのとか作れる。やだったらいけるんじゃないかな。やで。吹き矢とか。ギリ罰せられないぐらいのやつ。うん。うん。それで戦いましょう。いや、山内さんが訴えられないぐらいまでやっつけちゃえば。そうだね。山内さんが悪いことすると、確定じゃないっすか、ね、なんで俺なんか山内さんと戦わないといけんば。あ、僕のね。うん、エアガンで。誰がわかるんすか。あ、実際、お笑い米軍基地の舞台でも使ってるやつね。うんということで、はい、来週もじゃあ頑張ってどうにかして、あの、放送できるようにしますので、はい、よろしくお願いします。お願いします。以上、キンピラごぼうのキンキンピラピラ、お星様ラジオでした。来週も聞いてくれなきゃ。キンキンピラピラ、星に変わって、お仕置きよアデュー。あ、大河さんたち来たかな？あ、来た。そっか。じゃあこの後はまた大河さんたちのラジオを聞いてください。そっか、こっからしか。これで終了を押すと。